はい、お疲れ様です。今日は、C35 のローレル車検で入っています。冷却水の交換中です。いやー、直録いいですよね。ちょっと息抜きにじゃないですけど、クリッパー、うちの軽トラクリッパーをちょっといじろうかと思います。この間車検取ってから、ガンガン乗っていますが、このクラッチペダルがですね、こう奥まで踏み込んだ時のこのコツコツ音、これがちょっと気になる。まあ要はこのペダルのストッパーのゴムが、まあ、ダメになってるからですね。このゴムだから、ここにこうペダルの金属同士当たってコツコツ落としてるっていうことですね。まあ部品は買ってあります。三菱純正です。まあ日産でも三菱でもどっちでもいいですが、こうついてたのがこう切れたんですね。こうぶつかるとこがもう切れてます。でこれをこう入れて、でこうですね。これで OK ですね。これで OK です。はい、続いてはこのエアコンフィルター。まあこの車エアコンついてないんですが、まあ室内の内気循環フィルターですね。前動画で紹介したことありますが、あの運転席足元のこう上ら辺についてるものです。大変です。これこういうスポンジみたいなメッシュのフィルターなんですが、まあ、破れてます。まあ、破れてなければこう洗ったりして掃除はできるんですが、破れたらまあ交換ということで、純正品番がどっかに、ここに書いてあります。見えない。 MN157891 かな、 MN157891。 これ純正だと2000円以上はした、3000円くらいするのかな。でまあ車外でも出てたとは思うんですが、でこの間ホームセンター行ったらこういうものを見つけまして、フィルター、まさにフィルター、これが使えるんじゃねって思って、確か500円ぐらいで、ちょっと買ってみました。まあ、こっちの純正よりは目が細かいような気はしますが、まあでもまあまあ空気はよく通しそうな感じで、まあフィルターってなってるんで、メーカー光っていうメーカーですね。 FT5
-30。 これちょうど4回分ぐらいはありますよね。ちょっと実験的にこれで使えるかやってみたいと思います。で、この純正のフィルターこうばらせるんで、この爪を解除すると上と下が分かれるようになるんで、こうばらせるんで、ちょっとここの爪を避けるためのこう切れ込み入れる感じですね。ちょっと枠汚いんで、まあこれ拭いておきます。この辺に切れ込み、であと合わせて切っていけばいいのかな。はい、こういう感じに切ったら、あとはこれ戻せば、はい、どうでしょう、バッチリじゃないですか。純正よりは細かすぎますかね。でも風、エア吹いた感じだともうツーツーに風通るんで大丈夫じゃないですかね。まあ取り付けてちょっと使ってみます。はい、フィルター取り付けました。内気循環にして、風量は十分ありますね。風量最大でも内外気切り替えはできます。フィルターがもう詰まってるとこのレバーがめっちゃ硬くなるんですよね。まあしばらくこれで使ってみようかと思います。このクリッパー用にエアコン一式買ってるんで早く取り付けしたいですね。エアコンスイッチがない。はい、今日はこんなところで。今日も一日お疲れ様でした。